プラクルアンとは、タイに伝わる、お守りである。タイで有名なプラクルアイの、ベンジャパーキーは、プラソムデット、プラナンパヤー、プラロート、プラポンスパン、プラソンゴールの5種類のプラで構成されている、セットである。タイ国では19世紀末から20世紀初頭にかけて、バンコクで有名な幽霊譚が成立し、ナーンナークの物語として知られる。 この物語ではナーンナークの悪霊を鎮めるために、呪術師や仏教僧侶等師が登場する。大社会の民間信仰においては、異常死し,した死者の霊が、現世に未練を持ち、凶悪な悪霊となりたたりで、親族や村落に様々な災悪をもたらすとして恐れられている。その P 信仰に対する、人々の不安や苦悩に対処するため、 呪術専門家として、モーピーがおり、仏教もまた呪的サービスとして、プラパリット、清水の散布、聖との異常、プラクルアンの護符などを提供してきた。プラクルアンとは、ブッダや、僧の姿をかたどった、小仏像の護符であり、材質は、金属、粘土を焼いたものから、貝の粉に薬草を混ぜたもの、中には、高僧の頭髪を混ぜて固めたものなど多彩であるが、 緻密なデザインはなく、素朴で単純なデザインのものが多い。主に寺院で発行され、日本のお守りのような身につけやすいサイズのものである。僧侶が一つ一つ祈祷を、捧げて制作するもので、薬除けや原生利益に効果があると信じられており、首からぶら下げられて、大切に扱われる。構想の手になるものには、数百万バーツの高値がつくこともある。 現代ではこのお守りに多数のマニアがおり、コレクションや陶器大賞にもなっている。タイでは数十もの専門雑誌が存在するほど、一般的で身近な存在である。サムデージウォーターアミュレッツハット、ナーンナークの語る物対近代国家形成期の仏教と、精霊信仰マイナス津村文彦。ありがとうございます。